皆様こんにちは、ケイコウォーカーです、もう一本撮ってます。でそれはステージコーチチャンネルの方でご覧いただけますので、その続きということで、今日はゲストに、初ゲストよ、ゲストなんかいないから本当で、はい、初ゲストです、片山誠司くんです。どうも、おはようございます。あ、おはようございます、よろしくお願いします。おはようございます、はい、もうね、夜遅いけどね、おはようございますっていう感じでまずはねまずはやっぱり、はい、あの誠司と私はそのおはようございますっていうのがキーワードだもんね、はい、なので先ほどの前半のね、ステージコーチチャンネル、そう、気になる人はステージコーチチャンネルの見ていただきたいんですけれども、はい、そちらでお話しさせていただいてます。で今日はだからね、うん、場所をお借りしちゃってるのそのままだから、ここステージコーチです。光栄です、ありがとうございます、ね、あのここ横に半分ぐらい映ってますけどウッドベースがあったりですね、はい、ここすごくいいんだよね、私ここ好きだなと思って、うん、この絵をもう少し入れたかったね。まあ、いろいろ、まあ、雑多な感じで貼ってますけれどもね、すごくね、はい、雰囲気の、だから今日はちょっとそのままですね。場所はステージコーチということで、茅ヶ崎に移転して1年と、まあ、茅ヶ崎に移転したのが、まあ、正式オープンが昨年の9月1日ですから、9月か、まだ1年経ってないんですよ。そうか、うん、すごいね。私もう 何度かね、もうライブさせていただいてるから、はい、結構もう日にち経ってるなっていう感じはするんだけれども、うん、まあ、辻堂の頃からですね、はい、ステージコーチではお世話になっていまして、うん、ね、そうですね、だから茅ヶ崎に移転してからは、まあ、アコースティックステーション、アコースティックさんもね、うん、やらせてもらってますけれども、はい、今日もあの和明と、うん、古橋和明と林則明と3人でライブをさせていただきましたけれども、はい、いつも政治には大変お世話になってます。ありがとうございます。それでですね、今日ちょっと、まあ、流れとしてステージコーチの今度その40周年ということで、はい、先ほどねステージコーチチャンネルの方でも、うん、あのいっぱいお話しさせていただいてるんですけど、ちょっとそのフライヤーも、フライヤー、ね、一応このねあれがあるので、はい、ちょっとわかんないと思いますけどそういろいろベタベタ貼ってる割にはちょっと細かいんですけども、そう、後ろにも貼ってあるんですけれども、はい、で7月10日の、はい、日曜日ですね、はい、茅ヶ崎市民文化会館ショーホールで、ステージコーチ創業40年、そして茅ヶ崎移転1周年の記念コンサートを開催します。はい、でそこにね、ケイコウォーカーさんが、ね、出演していただけるというのは、そう、出演させていただきます、はい、でこの時はですね、今日はね和明と林くんと3人だったんですけれども、うん、この時はケイコウォーカーバンドではもう6年経つかな、一緒にやって、うん、ドラムの三園英治も一緒に参加してくれることになっているので、はい、4人でやります、うん、はい、楽しみです。で楽しみだよね、うん、でさ、これさ、私思ったんだけれども、うん、この会場って、うん、あの会場じゃない、あの会場ね、あの会場だよねあの会場っていうのもね、今から何年前ですかね何年前だっけ、1900、あの横浜ベイスターズが優勝した年なんですよ、1998年。私さ、横浜ベイスターズっていう、まあ、未だにさ、太陽ウェールズなんだよね、はい、それいいんですけど、まあ、自分の中で応援してる球団がね、うん、そうです、優勝した年なんで、うんうん、よく覚えているんですが、まあ、その開幕前ですよ、1998年の1月15日、うん、1月15日、成人の日、そう、はい、そう、冬だったね。そこでですね、まだ自分もその音楽活動をしていて、うん、初めてこのコンサートを企画するというか、イベントを企画するということをした会をですね、開催したんですね、その日に。そうだったね。で、その時は、うん、まあ、自分のその当時やっていたリトルストレートバンドと、はい、懐かしいね、はい、懐かしいね。あと、恵子さんのね、ホットストリートバンド、うんうん、それからあのローリンロックスというね、ちょっと、はい、あのオールドタイムな感じのバンドと、はい、その3バンド、プラススペシャルゲストで、釜谷津博さん、ムッシュ釜谷津。そう、ムッシュがいたの。釜谷津さんに、出演していただいて、初めてのね、一応ね、タイトルは湘南カントリーミュージックナイトフェスティバル、湘南カントリーミュージックフェスティバル、フェスティバル、そう、はい、そうだった、そういう名前でした、そうだった、はい、あのね、うちにパンフレットもあるもん、あります、あるある、はい、あれなかなか面白い、あの一色なんですけど、うん、スニーで一色なんですけど、うん、すごくいいパンフレット、懐かしくてね、はい、そう、私何でもね、こうファイリングするの好きなので、うん、本当全部取ってあるんだけど、うちにね、ポスターがあったんで、ちょっとその当日までに探したいなと思いますけれども、パンフレットはないの？パンフレットはありますよ、あるでしょ、 あるけどね、うん、全然逆に何も取っとかないタイプ、本当、はい、本当、私どんだけ自分好きなのかなと思うぐらいに、すっごいいろんなもの取ったんだよね、それでもね、大切なことだと思う、本当、で、そのコンサートがね、あの日って言ったのはですね、そうなんですよ、その当日が、もう
電車もすべて止まる大雪だったんです。大雪だったね、はい、もしかしたら成人の日に大雪だった人は覚えてるかもしれませんけれども、だから成人式の日に、その時はね、自分はね21歳だったのかな、だからまだ成人の式がその前の年だったから、その日は何にもなかったんですよ。でだけどその市民文化会館は大ホールでは成人の集いがやっていて、でその脇で小ホールで夜のコンサートに向けてね準備をしていたんですけど、まあ大雪だったわけですよ、うん、だから出演者も予報が出てたんで、もう前の日の夜からね車でずっとね来てくれてる方もいらっしゃいましたし、今日中止でしょっつって楽器を持ってこないで来た人もいますし、本当そういう人もいます、まあ、楽器を持ってきたけどね、本当にさ、ね、着くかどうかっていうね、はい、不安、はい、ね、で釜安さんも一応ね、あの当時、まあ、PHS かなんか持ってたんですよ、釜安さんが。懐かしいね、PHS の時代か。 それでね、繋がんないんですよ、うん、いくらかけても、うん、でもう諦めて、で友達がね、手伝ってくれてたん で、うん、で誰かがね、茅ヶ崎の駅の改札でね、ずっと待ってくれたの。で、あと釜安さんが発見して、連れてきてくれたんだけど、うん、釜安さんがなんかニコニコして入ってきてね、うん、君の人生を象徴するような日だね、本当そのくらいよ大雪が降った。だからかったよ、ね、400人ぐらい入るホールなんですけど、だから60人しか、ねね、いなくて、そう来れなかったんだよね、はい、だからね、本当に今思えば最大の、ね、ソーシャルディスタンスをの中でイベントした感じになりましたけど、そうだったね。だから今回同じホールでやるわけですよ。で7月じゃないですか、うん、台風でも来るんじゃないですかって、うん、ちょっと心配してるんですけど、そんなことないよ、はい、絶対にうまくいく、うん、絶対うまくいく。だから恵子さんとはその日の思い出もありますしね、ね、懐かしいね、あの当時よくね、うちのバンドと、そう、なんか都内でライブして対バンもあったし、うん、別々なとこだけどなんかどっかファミレスかなんかで合流してね、あったね、朝方までなんかファミレスで喋った覚えあるな、そうそう、みんなで、うん、懐かしいね、みんな若かったからね、そうですね、うん、全員がね、はい、いやでも本当になんかすごくそのね前のコンサートのこともあるし、うん、だから今回すごいこれ楽しみなんですけど、ね、うん、ぜひぜひ皆さん、はい、あのチケットの方はですねステージコーチの方であの取り扱っていますので、はい、まあ、とにかくあのステージコーチ宛に連絡いただければ、うん、メールでもメッセージでも電話でも何でもいいので大丈夫、はい、ぜひ皆さん、はい、どしどしとあのチケットの方ご予約お願いします、はい、お待ちしてますので、はい、ということでまず宣伝させていただきましたけれど も、もう最初にね言わなきゃいけないことを言っていただいたようです。そう言っとこう、はい、でこの後何喋ろうかっていう話になっちゃうんだけど今日はもうねあの笠脇とね、うん、のりちゃんはもう帰っちゃってるので今日出演はできません、はい、今度あれだね、次回は2人も呼んで、うん、なんか喋るのも面白いかもしれないね、恵子さんの進行でね、うん、私の進行でどういう形になるか、なんせね始めたから何にもね決めてないので、政治がどうしてるの、政治もね普段決めてないんでしょ、そう台本いろいろ話をする、昔ラジオやっていた時もそうなんですけど、うん、何にもないわけです、うんうん、確かになんか何度かねラジオもゲストで呼んでいただいてますけど、そういえば何もなかった、何もないから、でも何もないから面白い部分もあるし、うん、で後々ねちゃんと決めとけばよかったなっていうことの方が多いんですよ、後から考えればね、でもねまあそんなことはね後から言ってもしょうがないと思ってるんだけれども、でもその作るのも大変じゃないですか、台本みたいな ねこう進行表みたいな作るの、そうね、そしたらもうその場の思いつきで話しちゃって、でまあこの生、ね、そう、うん、生放送ではない限り後の編集もちょっと、ねうんね、できるしね、できるじゃないですか、変な間が空いちゃってもね、なんかそういうことはもうその場で池の方が、うん、そういう時間的手間というかのはいいのかなと、うんうんうん、いうことで、ね、そういうのを言い訳に何も作ってないんです。本当え、ライブとかもやってるの、ライブのこういう対談はやってない、 YouTube でやってないの、ライブも意外と面白いの、時間によってはさ見れる人見れない人がいるから、そうそう、一回やったの、何回かやったんですよ、うん、でもねなんかねやっぱり緊張感というかね、あのね編集できない緊張感、自分はねあのそのこう映像で話すのが苦手なんですよ。あでも分かる、私もなんかやったことないがこれ初めてだからどうなるか分かんないけど、ラジオとかのだとなんか、うん、とりあえず喋ってればいいやっ
いいやと、まあとりあえず喋ればいいやじゃないけど、なんか気が楽なんですよ、うんうんうん、なんかね、足組んだり何してても、今日だったらこんな肘かけたりしてるのも、なんか人から見られるじゃないですか、これどう思われるのかなってちょっとね、そういうこと気になる、はい、まあ、恵子さんみたいな素敵な方だったら、そんなにいえいえ気にしなくても大事だと思いますけど、とんでもないですよ、はい、だからそういうのもね、あるし、うん、でもこれから、コメント欄にもね、いただければいいじゃないですか、うん、こういう曲はどうですかとかね、そうだね、そういうのをぜひリクエストしてほしいね、うん、こういうことしてくださいとか、もしあったら恵子さんはそこにね、チャレンジすると思います、ね、そう、ぜひぜひやりたいと思います、はい、またステージコーチもお借りするかもしれないけど、いつでも使ってください、はい、ありがとうそう、もう一個さ、うん、今日、決まったので、はい、次回のライブね、ライブ、はい、恵子大川さん、そして林則明さん、そして古橋和明さん、うん、この3人のね、おなじみとなりました、はい、トリオのライブが、次回ですね、7月の24日、はいはい、日曜日ですね、日曜日です、はい、6時半スタートで、開催決まりましたので、はい、皆さんぜひ皆さんお待ちしております、よろしくお願いします、7月10日、はい、そして7月24日、茅ヶ崎で皆さんお待ちしています、はい、ではまたこの企画、何かね、この後も続けていきたいなと思うので、うん、よかったら皆さんまた見てください。今日はね、初の対談ですけれども、はい、光栄ですゲストで、初ゲストをお迎えいたします。片山誠二君でした、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。皆さんありがとうございます。また。